鳴海城はかつて愛知県名古屋市緑区鳴海み町城に存在した日本の城である。別名、ねご屋城。室町時代の応援年間に足利義満の配下であった安原隆氏藩によって築かれた。その際にこの地にあった鳴海神社は北のお寿司さんに移された。相藩の死後、廃城になったと言われる。戦国時代の天文年間には、 尾張国の織田信秀の支配下にあり、配下である山口京次が、駿河国の今川義元に備えるべく、上司を務めていた。しかし信秀が没すると、息子の信長を見限った京次は、今川氏に白ごと寝返った。その後、京次は、息子の山口京吉に、鳴海城を任せる。天文22年、信長は800の兵をもって、 鳴海を攻めるが落とすことができなかった。やがて京京府夫氏は吉本により切腹に追い込まれた。結果的にいつ願えるかわからない戸様の山口氏から今川家府代の岡部元信二条主が変更され、今川家直轄の重要拠点になった。これに対抗すべく、信長は永禄2年頃に鳴海城の周囲に丹下取り出、善寺取り中島取りを築いた。 A63 年に、桶狭間の戦いが起こり、今川軍はまず、大高城につけられた小田方拠点の各砦の排除を観光し、残りの鳴海城につけられた三砦の排除を、残すのみとなり作戦は順調化に見えたが、作戦総司令部である、吉本本人が、小田本隊の教習により、総大将吉本が打ち取られ、総崩れとなってしまった。 しかしあくまで本体が敗北したのみであったので、取りで排除のため待機中であった鳴海城兵は、かなりの兵数を維持していたと思われ、無傷であった。信長との交渉の結果、元信は、吉本の支給と引き換えに城を明け渡すという条件を、のみ、ついに城は、信長の手に落ちた。戦後、佐久間信盛、信江府氏が上司を務め、天正末期に敗状になったと言われる。 現在でも彼の名にちなんだと言われる、作長という地名が城下に残っている。城の規模は記録によっては一定しないが、丘陵の西に立つ東西に長い城郭であったようだ。例えば、鳴海市によると、東西75県半、南北34馬とされている。現在城があったとされる場所は、道路を隔てて西側の城石公園から、 天神社のある東の小さな高台あたりと言われる。これらには石踏みが立っているほか、近辺にある東福院という寺院には、鳴海城の廃材で作られたという門が存在する。それほどはっきりとした遺構は残っていないが、公園の近辺には空堀や土塁状の地形が存在する。鳴海城石公園には何もない行き止まりの公園になっている。鳴海神社にも遺構は残されていない。 城跡公園の向かいの小さな神社に城跡碑と説明版。名古屋鉄道名古屋本線鳴海駅より北へ徒歩約5分。第1章、第2部緑区あれこれ、緑区市、ピアニッシュも78、鳴海周辺の見どころ一覧に名古屋市公式 HP。ありがとうございます。